キットカプリは、アメリカ合衆国ニューヨーク市ブロンクス出身のヒップホップ DJ、MC、音楽プロデューサー。数々のミックステープをリリースしており、ヒップホップ DJ へ与えてきた影響は、計り知れず、作品、現場ともにレコードを数秒ごとに素早く繋いでいく、クイックミックス。また、ハイテンションの煽りの MC など、ヒップホップ DJ の草分け的存在で、 ニューヨークスタイルの基礎と言われる。その功績から、ザワールズグレーテスト DJ と称される。1970年代からブロックパーティーに通い、8歳で DJ を始めたカプリは、相棒スター・チャイルドと共に、スタジオ54でプレイするようになり、注目を集める。その後、ラッセル・シモンズの人気ヒップホップバラエティ番組、デフコメディ・ジャムにて7シーズン DJ を務め、ブニダウン・プロダクションズ、 ヘビディ、ビッグエル、グランドプーバ、クインシー・ジョーンズ等々のアーティストの楽曲のプロデュースも手掛け、1991年にはワーナーブラザースより自身のアルバムザ・テープをリリース。1997年のパフダディツアーの後、コロンビアレコード参加のトラックマスターのレーベルと契約し、サウンドトラックツー・ザ・ストリートをリリース。近年では自身のレーベル、 ノーキッズレコーズの活動に力を入れ、イッチプホップ TV の番組に出演した際、現在と今後の活動、日本のヒップホップシーンについて語っている。2007年と2008年には、ラキムの DJ として、全米で一番大きなヒップホップのフェス、ロックザベルでプレイ。また、ベッドのリアリティショー、スマイナブ、エフズマスターオブザミックスに審査員として出演。 シーズン1の成功を受け、引き続きシーズン2に Just Blaze, ンバーローズ、ビクター・デュ t プレ d と共に出演。マドンナのアルバム MDNA の住みの不懐とスペシャルバージョン版に収録のマスターピースのリミックスを担当。マイアミでのアルバムリリースパーティーにマドンナ本人と共に出演した。彼のスタイルを語る上で最も外せないのが活動の初期からリリースしてきた。 ミックステープである。ブレークで2枚使い、また、ヒップホップ、ラップものに限らずソウル、ファンク、レゲエ、R&B 等ブラックミュージックを中心に幅広い、選曲で2枚使いやトリックプレイを披露し、そこに収められた楽曲は現在では定番と言われるものでも、彼のミックステープによってクラシックとなっていった楽曲は多数存在する。ありがとうございます。